イチロー TV Every Day ブンブンハロー you? YouTube つっ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 ついにですねあのやってきたんですねこの「筋肉マンコラボガチャ」切るとこ間違っちゃいけませんよ「筋肉マンコラボガチャ」じゃないですからね「筋肉マンコラボガチャ」えっ、ー、とね o g l e でですね検索してどんなキャラクターどんなキャラクターって言いますとね「筋肉マ星星ラボガチャに」になっているんですね これですね無課金で19必死に貯めた石ですですけどね当方ですねあの3年ぐらい前にですねあのパズドラの2万円分ぐらいの石を買った覚えがあるんですだからこの「キン肉マン」が出なければですねあの1万円ぐらいまたお金使おうかなと思ってるんですで昨日ですねあのパズドラ以外にはですね課金しなかったんですけど昨日ですねあのついにですねポケモン GO あのお得用サイズをの,あのコインを買ってしまったんですそれであのバッグを増やしたりですねモンスターボックスを増やしたりですねしましたこの「筋肉マン」「の筋肉マン」筋肉マンが出なかったらですねあのテリーマンとか本当あのロビン・マスクとか本当にあに30年前僕は中学校3年ぐらいの時ほんで夢中になって。 金消、まあ、し集めた思い出があります。で、「金肉は絶対に見てました。これ結構、バッファローマンとか友情とか、本当に感動する物語なんですね。ちょっとやってます。うなんか肉っていう字。ピンク色、あんまり似合わないんですね。ああ、銀だ。んウォーズマン。 ウォーズマンが銀、銀か。これ絶対に筋肉マン出なかったら課金したいと思いますね。一旦の間、1コンボ加算される闇ドロップを強化。1コンボ加算されるだけですよね。あの、きっと、黄色以外の他の5色集めて、その黄色が 揃わなければ一コンボ黄色が,が加算されるってわけじゃないですよねなんか面白くないですねあと二回ですかパーンパパ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 パーンこれロビンマスクでいいってことですよねロビンマスクおおロビンマスク体力 ロビーマスクも結構色男で有名だったですよね。あの、体力タイプの攻撃力が2.5倍、回復力が1.5倍、3ターンの間体力、うーん、神様中心に投法を使ってますのでね、あの体力タイプ、うんあんまりうん受けるダメージを軽減。 どのぐらいの権限なんでしょうかねあの究極進化して神様になるんでしょうかそうしたらあのラーのコラボでねラーのあのサブとして使えると思うんですけど回す最後の1回ですえいっああ銀だテリーマン テリーマンが銀かよこれも結構ね人気やろうテリー・ファンク大好きでしたよねあの本当にもう泣き叫んであのカメラが落ちてる粉々になってるね自分のカメラがね落ちて粉々になってるのも知らずにもう忘れてテリーテリーって応援してたあのテリー・ファンク大好きでしてこれからそのキャラから撮っているんですね スピーーニングトーホールド懐かしいですねテリー独特なあれですよねスピーニングトーホールド HPHP となって必ずホームページと言っていうヒットポイントですねあの HP が減少するほど攻撃力が上昇最低最大でですよ3.5倍 最大で3.5倍。今の時代通用しないですね。このインフレの時代。敵の攻撃力を一旦遅らせる。うん。一旦の間、攻撃タイプ。うわ。うん。まあ、こんなもんでした。 まあ結構人気のあるキャラだけど、弱いですね。あの、こういう、筋肉マン、ロビンマスク、テリーマン。3回やって、この2つはもう当たったんですから。まあ宝石買いに行きましょうかね。まあこんなもんでした。久しぶりのガシャ、生中継。まあ生、生じゃないかもしれないですよね。あの、まあ編集はしないと思います。大変なので。まあ、久しぶりにガシャ、うん。 自分なりに納得いく歌詞でした。それでは皆さん、See you! 登録、登録、登録、